ほー天使の皆さん、ごきげんよう。マリアです。今日もリーディングしていきます。これはね、バラと桃の紅茶を飲んでるんだけど、めっちゃうまい。これですね、ムレスナティのバラと桃。なんかね、めちゃめちゃあの白桃の匂いと香りがすごいですね。一緒のこと言ったな、ごめん。違う、白桃の香りと味がすごいのよ。で、そのなんか奥からかな、バラの香りがほんのりする、とっても女性性が上がりそう、上品な味がします。今日はこんな素敵すぎる配置なんですけど、読むテーマはね、決めたんですよ。真実のあなたを遮るエゴとの向き合い方っていうテーマで読んでいこうかなって思って、そう、めちゃめちゃバラとかね、なんか女性性強めのカードじゃない、女性性強めのこういう配置をしているんだけど、セッティングしてるんだけども、読む内容は結構深掘り、あの精神の深いところまで触れるような感じでいこうかなと思って、はい。で、そうだな、どうしよう、なんか3択じゃなくて、今日は普通にこの見た人全員向けにっていう感じでやっていこうかなって思うんだけど、そう、まあ、あのまだこのチャンネルそこまで選択肢をね、なんかガチガチに据えてやるほどの人数がいないので、なんかある程度この動画を視聴してる人だけでも周波数的に結構一致してるかなと思ったのよ。そう、だから多分選択肢分けなくても、これはこの動画にたどり着いてる時点で結構みんな刺さるんじゃないかなって思って、ね、このテーマを開こうって思った時点で、このチャンネルを知っていてね、その時点で多分ある程度意識の、なんかその集合意識の波長っていうのは揃ってるかなと思ったので、普通に見た人全員に向けてリーディングをしていきます。あとシンプルに3択を取る元気がない、今ゆるっといきたいのでね。でね、あの昨日突然さ、インスタグラムを私ログアウトしたんだけど、みんなに投稿の中でお知らせしたんですけど、なんか重たくなってきちゃって、インスタがだんだん、インスタってさ、 YouTube とかと違ってちょっと距離が近いんですよね。あのね、フォロワーさんとか、あとなんだろう、こう全体的に自分のパーソナルな部分に踏み込ませるあのプラットフォームだったかなと思って、私のさ、家族がこっそり見てたりとかね、家族というかさ、あんまり見てほしくないなって思う親戚とか、そういう人もやっぱ見れちゃうわけだし、いくら鍵垢にしてても、その私結構その癖でやっぱ自分の全てを明かしちゃうようなところの性格があったんですよ。なんかちょっとこう勢いで、はーって今思ったことを降りてくるので、ザーッとストーリーに書いたりとか、あとその自分がその本当に気に入ってるものとかを、なんだろう、あんまりそれって実は侵されたくない領域だったりするじゃない。だけどなんかそこの線引き、境界線がやっぱ人と曖昧なので、自分の好きなものはみんなにも教えたいみたいな感じで全部こう紹介したり公開したりしてて、なんだろう、距離感が近い、あのなんかリアルタイムでリアクションできたり反応できたりとか、私しか見れないところにみんながメッセージを送れたりするわけじゃない。なんか それで結構人との距離が近くなりすぎちゃって、で私もともと結構エンパス HSP の傾向が強かったので、あ、ごめん、ちょっとシャッフル一回やめるわ。その傾向が結構強かったので、本来はあんまり常に人の気にさらされているとか、自分の好きなものをこう全部教えちゃうとか、なんか領域にパーソナルなところにどんどん踏み込まれるっていうのは本当はあんまりしたくないの、好きじゃない。それは現実世界3次元でね、プライベートでもしないことなのに、 SNS だとどうかじゃないそれがね、やっぱり近くなりすぎちゃうところもあって、なんか自分の中で見せるものと見せないものの線引きもだんだん曖昧になってきて、何かあればみんなにすぐ教えるとか、すぐシェアする、私のそのパーソナルな部分をなんか開けすぎていたなって、でそれを閉ざすこと、秘めることっていうのは、みんなに何だろう、嘘をついてるとか隠し事をしてるとかっていうつもりではなくて、なんか誰しも
全てを明かしてないと思うの、人間ね。私はちょっとそこの線引きが曖昧になりすぎていたなと思って、あのね、これって相手のことをどれだけ好きかとか信頼してるかとかあんまり関係なくて、例えばね、私あの一人でタワマンのなんか 3LDK に住んでた頃に寂しくて、いろんな人を家にいつでも入れちゃってた時期があって、友達が連れてくる友達とか初対面なのにとか、あの気にしないでどんどんなんか誰でもウェルカムみたいにしちゃって、で家になんか人の歯ブラシが 7-8本常にあったり、買い物行ったり、そのインテリアも誰かが家に来ることを想定したもの選びだったりして、なんか私のテリトリーだったのに、そこにいろんな人の気が、ま、混じりすぎて、やっぱ家の波動がね、落ちちゃった時があったのね。これって神社とかでもあるの。なんかあの人が多すぎるところって、その神社が持ってる元々の気がやっぱり人の出入りによって入り乱れちゃって、そもそもの神聖なエネルギーが弱まっちゃう、パワーが落ちちゃうことって結構あって、そう、なのでもうなんか定番スポット化しすぎちゃった神社とか私はあんまり行かないんだけど、なんかね、そのような感覚なのよ。インスタというなんかこう他の SNS よりも距離が近くなりやすい場で、私は自分のことを明かしすぎて、で多分そのみんなにも踏み込ませすぎてしまったなって思って、言葉を選ばずに言うけど、やっぱりちょっと過剰なその認知を求めてくる人とかも結構いて、既読が早くて嬉しいですとか、なんか私が開いた時に何かそう言ってくることをアクションしてくるとか、なんかもうそういうことにも結構気を持ってかれちゃって、あ、既読が早かったら喜ばれるんだってことは、私のこう動向を何か期待や求める気持ちを持って見ているんだなって思っちゃうと、もうそれすごい窮屈になっちゃったりとか、あとなんかその親戚とかがこっそり見てるのも私は嫌で、誰が見てるか分かんないで、昔の同級生とかさ、なんか私のことをフォローしないでこっそり見てる同級生とかもいて、なんかそういう不特定多数の人に自分のパーソナルの部分を知られることがなんかだんだんこう重苦しくなってきちゃって、でそこに割くエネルギーがだんだん多くなってきちゃったんですよね。嫌な気持ちになったり、なんかこう重たい気持ちになったりとかで、やっぱりで、その質問とかの DM しないでねって言ってるのに、時々なんかマリアちゃんどう思うとか、なんかマリアちゃんって何々したことあるのみたいなことを気軽にね、なんか友達ではないのにそのぐらいの距離感で送ってくる人とかいて、でも私はさ、やっぱ会ったこともない、顔も知らない、名前も知らない人のことを意識の中で友達とは思っていて、思うことができても、そんななんかタメ口でさ、急にパーソナルのことを聞かれるほどの中ではないわけ。で、なんかそうやって私が人との距離感、線引きを誤ったせいで、なんかその応援してくれてる人のことを嫌な思い、嫌な目で見ちゃう。なんか重たいなって思っちゃうことも嫌で、私は、そのみんなのことを大好きでいたいの、いつも私にとっての負担でいてほしくない。なんか嫌になっちゃいたくないから、だから常日頃思ったことを言うようにしてるのね。こういうことはしないでほしいとか、そう、そういう言うようにしてるんだけれども、なんかやっぱりいつしかその SNS に追い詰められる自分、好きで始めたはずだったのに重苦しくなってきちゃう、そういうこの気持ちになっていて、でなんか私としてはやっぱりそこにエネルギーを割くぐらいだったら、このリーディングしたり、なんか想像したりクリエイティブなことに時間とかエネルギーを使っていきたいなって思って、好きなことをしてるときってどんどん若返るんだけど、やっぱり私役所に行ったり銀行に行ったりとか手続きしたり税理士とやり取りしたりっていう、そのなんだろう行動ってなんか体感的にやっぱりね、1分で1時間つけるんだよね私。そうだから相対性理論にやっぱ通ずるところがあって、どんなにその地球上の60秒刻みの時計で言ったら短い時間であっても、私はその嫌なことに費やすっていう行為だけでもうエネルギーがめちゃめちゃ消耗しちゃうんですよね。そうということで、私は自分のエネルギーを守って、この力をもっと想像することだったり旅とか自分の人生を豊かにすることに使っていきたいって思って、なんかね、その誰かからのなんかアンチコメントとかさ、そういうんじゃなかったとしても何か私に返事を求めるようななんかメール、DM とかを見ちゃうだけでも、見た瞬間にイラッとしたり、うん？って思ったりするだけでも気っていうのは持ってかれちゃうのね。なんかもうその
1ミリ単位で嫌なの私。嫌なことに気を使いたくない。そう、だから、なんかこう総合的に考えて、やっぱりインスタグラムは、やめようって、私が自分で、なんかパーソナルなことを投稿しすぎちゃう癖があるから、そういうのやめて、代わりにマネージャーさんに全部アカウントを管理してもらって、私はこの YouTube 動画の中とか、時々ライブ配信だったりとか、アートを通して、その心って絶対伝わるの、みんなに。言葉でいくら言わなくたって、音楽を作ればそこで通じるし、絵を描けばその絵に込められた思いで届くし、絶対ね、自分が気持ちを込めてれば、それはたとえ、綺麗事ばかり言ってなかったとしても、その聞く人にとって耳障りのいい言葉だけじゃなかったとしても、必ず伝わるものだと思ってる。そうなんです。だから私が心地よくこの発信活動を自分のために続けられるように、いろんな媒体との付き合い方を考えていこうって思ってて、なんかやっぱりその他人にとやかく言われたくない、私この自分のためにやってるのね、動画を作るとか。そう、なんかついついこの私の持ってる親しみやすい特性から、なんか、なんていうかな、手が届きやすく思われるんだけれども、まあそれはね、もちろんキャラクターとしてすごく誇らしいことです。光栄なことなんですよ。だけど、踏み込まれる、その勘違いして距離感を誤った人たちが踏み込んでくるっていうのに、すごく悩まされるわけ。私家族でもこれあるからさ、自分のパーソナルのテリトリーにずかずかと土足で踏み込まれることって、本当にね、家族であっても、絶縁するぐらい嫌なことなの。私それで何度も、親戚とかと揉めたりしてて、見ないでって言ってるじゃんとか、なんかデリカシーないよとか、入ってこないでって言ってるのにとか、毎日毎日こう、なんか親戚中から長文で LINE が来たり、で、一言で返すともうまた10行ぐらいで来たりとか、私、すごいそれが重くて嫌だったの、本当に。ほっといてって、もうなんか全員嫌いって思っちゃうぐらい、なんかそれに追い詰められちゃうのね。そう、だから私がちょっと、なんか泣きたくなるぐらいストレスで追い詰められる前に逃げようと思って、はい。インスタは閉じさせていただくことにしました。アカウントがなくなるわけじゃないんだけど、もうなんか、稀に届くさ、他人からの質問とか相談のメールだったり、なんか、私からの返信を求めるような、何かを期待するようなメッセージとか、もう見るだけで食らうから、はい。だからもう一切、私は、DM というものを閉じて、まあ、もともと閉じてたんだけど、一度でも私にさ、DM したことがある人、やっぱり何度も遅れちゃうようなところがあって、でね、もちろんね、愛とかね、応援のすごく心地がいい波動を送ってくれる子もたくさんいたから、そういう子たちのことも考えると、閉じるのにすごい抵抗があったのよ。なんか私がこれを閉じちゃったら、この子たちの言葉も受け取れなくなっちゃうのかなとか、すごいいろいろ考えたんですけれども、やっぱりもう、総合的に考えて、そのように、なんか他人軸になっている限り、私はいいものが作れないし、幸せじゃないって思ったの。これ私の思う自由じゃないって思って。私はスタンスとして自分が好きなことを自分のお部屋でやっているのをみんなが勝手に見に来るみたいな感覚でいるのね。だから誰かに合わせてとか数字に合わせてお金に合わせてとかそういうことで何かその内容を変えるとかは絶対しないわけ。好きでやってるお部屋に、その見て喜んでくれる人がいる。そして誰かがその私から力をもらって今度はその人が花を咲かせる。なんかそれが楽しくて嬉しくてやってるので、気に入られたいとか伸ばしたいとかお金がとか一切ないんだよね。だってお金は別に YouTube で稼がなくて宇宙が何とかしてくれるもん。そう、だから別に仕事としてやる必要は全くないの、私本当はね。じゃあなんでやるかっていうと好きだから。そう、それだけなんですよ。なのに、やっぱりさ、YouTube とかって勘違いした人が時々紛れ込んでくるんだよね。なんか自分のことを顧客と思ってるのか、時々私の YouTube チャンネルにもなんか前置きが長いとか早口とか言ってくる人がいるのね。なんか何様の視点から言ってるんだろうと思っちゃうの。だってあなたは私のこの作品に自分から近づいてきて勝手に見てるだけでしょって。なのに自分にとって何か不利益だったり都合が悪いって感じた時に、それを相手に直すように押し付けてくる、求めてくる、それってすごく偉そうじゃないって。自分は顔も名前も出さない、何も自分の情報を明かさないのに文句だけ言ってくる、行動もしないような人がね、それってすごく傲慢で、そのような人のエネルギーでなんか光ある人がね下げられるのがもうすごく私許せなくて、なんか才能あって輝いてる人ほど悪意を向けられたり嫉妬とかで妨害されたり、そういうなんか勘違いした偉そうな他人が口を挟んできたりする。あなたのために発信してない、あなたのために生きてない、なんか嫌になるよね、すごく嫌な気持ちになるよね。嫌な気持ちになることも嫌なの私。
自分が好きでやってることで嫌な気持ちになるのも本当になの。だから私対策を考えました。業務委託でね、マネージャーさんを雇って、そのコメントとか不適切なものを先回りして全部消しといてもらうようにしようと思って、もう私があの二度とそういうものを目にしなくていいように、そこからエネルギーをちょっとでも落とされたり吸われたりすることを全力で防ぐ、もうバチバチのガードを張ってやろうと思って、私もう絶対負けないと思ったの。熱くなっちゃってごめんね。あの、ビビちゃんの時もやっぱり自分が好きでやってることに対して、なんか悪質なコメントとか悪意ある、なんかそう横やりみたいなものが来たりとかね、しょっちゅうしてて、で、なんか、だんだんなんか麻痺してくるわけ、そういうのって見すぎると、あ、また来たかみたいな風に流せるようになってくるんだけど、なんかそれに慣れるのも嫌で私。なんでって。なんでずるくないって。卑怯じゃない。自分は何にも出してないくせに、どうして奪おうとするのって。行動してる人、勇気を持って何かを発信してる人の光をどうしてそうやって奪おうとするの、なんで邪魔しようとするのって。で、まあ、ビリちゃんの時はいろんなそういう悪意とかに結構押しつぶされちゃった部分もあったんですけど、私は今この女神マリアとしてね、絶対もう負けたくないの、その悪意に負けたくないの。光持って行動している人が悪意に貶められるなんて私許せないんだよね。でそういうさ、なんか悪意のせいで人の妨害とか嫌がらせとか、嫌がらせじゃなかったにしても応援だとしても過剰な執着とか、なんか愛の行き過ぎた愛とか、そのストーカー的な念とかね、なんかそういうので光がどんどん貶められていくの、私もう許せなくてさ、自分だけに限ったことじゃなくて発信者さんを見てても思うわけ。なんかそういうのに悩まされてる才能あふれる人っていっぱいいて、でその人たちがそういう一部のなんかマナーのない波動の低い人たちのせいでどん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 苦しめられて光を失っていって、そのうちもう発信すること自体が嫌になって二度と人前に出なくなる、作品を出さなくなるみたいな、そういうなんか一連の流れ、もう私本当に嫌でさ、この世界を変えたいなって思ったの。そんな風に貶められたくないんだよね。だってその光ってさ、唯一無二で世界を照らせるぐらいの愛と高い周波数を持った本当に光だったのに、なんでそれをね、そういうなんかマナーのない、モラルのない、常識のない変なやつに下げられなきゃいけないんだろうって。私なんかそういう周波数が違いすぎるのに、なんかの間違いで紛れ込んじゃう人をゴキブリって呼んでるんだけど、そう、部屋に入ってきてゴキブリのように思ってるんだけれども、叩き潰してほしいの、ゴキブリって。もう追い出せばいいじゃん。だから私は平気でブロックもするし、あ、この人無理って思う人を無理して好きになろうとしたり媚びたりとか分かってもらおうとしないし、そうで私にももう近づいてほしくないというか、そういう人にはね、喧嘩もしたくないの、嫌いなわけでもないから、あの、ただお互いの世界にいましょうみたいな感じなのね。関わりたくないっていうだけ。うん。そこに気持ちを持っていかれるのも、何かを思うのも嫌だし、私は、すごい、なんだろうな、好きなことを好きにやりたいだけ、それだけなんだよね。そこから、必要な人の元に届いて、誰かが喜んでくれれば、もうそれで本当に嬉しいわけ。だからそれでいくら稼ごうとか、なんかみんなに気に入られたいとか、数字を伸ばせるとか、本当、一切考えてないのは、みんなさ、きっと分かってるはずじゃん。私のことを知ってる人だったらね。なので、そのような光を持った活動者さんたちがもっと伸び伸びとこの世界に愛を届けていけるように、私は率先して嫌なことを嫌って言って、で自分のエネルギーを守る方法とか、その天使がもっと生きやすい世の中にしていきたいなと思った。だからとりあえずひとまずはね、自分が言いたいことをちゃんと言えるように生きようって、まっすぐ生きようと嘘をつかずにねって決めてるわけです。だからこのように動画でガーガー言ってる、バーバー言ってる、で、まあ、もちろんコメントも閉じます。私がこうやって思うことに対して誰かに何とか言われるのも嫌だから。人がそういうふうに思うことは自由なのに、それをなんか他人にね、ジャッジされたくないの、友達でもない他人に。人間はね、不完全な生き物なんですよ。それを許し合って生きたい。だけどここは私のお部屋だから、私の部屋のルールに従えないんだったら来てほしくないし、部屋に入ってきてほしくないんだよね。だってね、家って大事な人しか入れないじゃない。 YouTube という不特定多数の人に見られる場所で発信していますけれども、それについて上げ足も取られたくない。私は YouTube でやりたいからやってるだけなので、嫌な人は本当にもう来ないでほしいし、なんかその私何かを求めてくるとかね、私の発言行動一つで態度が変わるような人はね、もう最初から寄ってきてほしくない、近寄ってきてほしくないので、まず帰ってくれと思いながら、はい、そのように自分軸でやってます、はい、こんな私のことが
何か嫌だなって思ったり、ムッとしたり嫌いだなって思ったり、その違和感を覚える人はもう本当閉じて動画見なくて大丈夫。私は私のことを好きと思ってくれて、そして私がされたくないことをしない、尊重してくれる人だけを大事に思って、その人のためにやってるの。その人のためはイコール自分のためなんですけれども、そう、心がつながってない人のことなんかどうでもいいので、ね、それぞれのチャンネルで生きればいいだけの話じゃない。だから今めちゃめちゃ前置き長くなったねまあいいんですよ、私の部屋だから。もう好きにやってくれればいいのよ。チャンネルを登録を外すとか、動画を見ないとか、なんか長々と話してるなと思ったら、スキップするとかさ、それはもう自由にできるじゃない。早口とか言ってくる人もさ、じゃあ再生速度を調整すればって思うのよ。みんなに受け入れられたいとも思ってるわけじゃないのに、その人のために合わせるメリットがないんだよね。意味がないみたいな感じ。私はこれでいいって言ってるのに。そうだから余計な口出しをしないでください、変なやつら。はい、でもちろん私のことを大好きって思ってくれて、私のことをすごい尊重してくれる人のことを私も本当に心から愛しているし、そういう人とは心がつながってると思ってるので、あなたのためにやります、それだけの話。だから、SNS の付き合い方は考えて、私の波動を下げるようなことはもうマネージャーに全部対処してもらう、ブロックしてもらうね。自分のエネルギーを守りながらやっていきましょう。発信者の皆様、視聴者の皆様も得る情報を自分で選べばいいのでね。これが私の今の生の声です。ではじゃあリーディングしていこう。まあインスタを私が投稿しなくなるだけで、発信者を辞めるわけではないので、私がこの活動にワクワクする限りは続けていきます。だけどそれも自分のため、それでもいいよっていう人だけね、来てください。じゃあエゴのとの向き合い方ですね。真実のあなたを遮るエゴとの向き合い方、はい、現状からいきます。これ現状そうだな、なんか周りが見えなくなってるとか、ごめん、なんか急にリーディング入ったよね。今自分で違和感がすごいわ。あら、あーすごい、あーこれ今なんかね、一つのことしか見えなくなってるってきてます。視野がこうガッと今のなんだろう、感情とか心配事に対してもうそこにだけ視野が向いてるような、それが現状できてるんだよね。だから周りが見えなくなってる。まあよく言えばこれは夢中になってるって言いますね。自分が好きなことに対して夢中になってるんだったらそれはのめり込みだし、で逆に心配事とか妄想にこういう状況になってしまってる人は、それこそもうバットみたいな感じかな、バットトリップみたいな、その勘繰りとかね、自分があんまりなってほしくないなと思うところに意識のフォーカスが向きすぎているとしたら、それはまあ周りが見えなくなっている。悪い意味で言うんだったら、そう、視野が狭まっている。よく言うなら夢中、他の何も目に入らないぐらいその一つに集中できてるっていう感じかな。これちょっとニュアンスどっちなのかちょっと教えてください。こののめり込みはニュアンス的にどっちでしょうか。いい意味なのか、それとも、まあ、悪いってことはないんだけど、色味をねちょっと教えて。ディバインフェミニン、え、またこれ、あーこれ、ちょっとなんかね、一時的って感じがするな。例えばその生理とか、本来のあなたを本当なんかまさにね遮るサイクルみたいなのがやっぱあるじゃない、女の人って。まあ男性だとしたらなんだろう、まあそうだな、仕事でうまくいってないとか、何かその本調子でいられなくなるサイクル、バイオリズムのような、ちょっと待って、だからこれはね、なんかずっと続いていくものっていうか、本当に一時的な感じがするんですよ。そこまで根強いパターン、思考パターンとかではなくて、なんか今そういう時期なだけみたいな。例えばもう本当に人に会いたくなくてずっと家に引きこもったりとか、誘いを断ったりとかね、なんか誰も今ちょっと私に近づいてほしくないモードみたいな、そういう時あるよね。
なんか付き合いで飲み会に行くのとかもだるいみたいな、そんな時間あったら私は家でゲームしたりしとか、なんか人にタンプレを買うお金を惜しく思えるぐらい今は自分のために使いたいんだみたいな、なんかすごいね、ガードに、ガード守りに入ってるような、だその自分のエネルギーを守ることにすごい意識が向いてる、私と一緒だね、なんか連動してるね、これすごいわ。これ、ナマケモ、あ、ほら、デジタルデトックス来てる。すごーい。あー、すごい。めっちゃ分かってきちゃった。これやっぱそうじゃん。なんか一方向の視野に偏りすぎて、なんかすごい疲れて塞ぎ込んでる感じがするわ。例えばじゃあ、あなたがフォローしているインスタグラムの、なんかキラキラしているインスタグラマーとかお友達とかの投稿を見て、なんかそれでもう気分が落ちちゃうとか、これ、つい最近ね、まさに私の友達が言ってたんだけど、なんかインスタとかでね、近況を聞かれたりするのも無理だみたいななんかそのほっといてよっていうモードって来てる。なんかその私の友達が言ってたのは、なんかその子今 LINE のアイコンを写真何も設定してないんだけど、その初期設定のやつね。そうするとなんか過去の同級生とかから、なんか〇〇ちゃんどうしたのみたいな、 LINE のアイコン消えてたから病んでるのかと思って心配して LINE したんだみたいな、だそういう気にかけて来る行為ももう鬱陶しいみたいな風に言ってて、なんか別に今そういう気分なだけなのに、そういうモードなだけなのに、なんかそれを心配されるのもだるいみたいな感じで言ってて、別に私何も心配に値するようなことになってないのに、その勝手に心配してこないでみたいなこと言ってたよね。なんかそのさ、心配されるってそれだけでも迷惑なんだよ。なんてかっていうと、心配の波長がこっちに寄ってくるわけよ。別になんともないのにさ、こっちはね、ただそういうモードのだけの時ってあるじゃん。だって人間生きてればさ、今は不機嫌だとかさ、あるじゃない、そういう、絶対あるのね。なんか私も今ちょっとイライラしてる、正直。最近、まあ、いろんなエネルギーの切り替え時で、自分の中から出ていったり入ってきたりとか、いろんなことが起こってたので、イライラしてるんだけど、でもそれ心配されたくないんだよね。だって、心配に値するような、そのさ、なんか心配って結局押し付けなんだよね。スタンダードな私を、その素だと思ってるってことでしょ。だからこのイライラしてる私をイレギュラーと捉えて元に戻ってほしいっていう、なんか押し付けが入ってくるわけ。だから多分鬱陶しいんだよね。別になんともないのよ。心配に値することなんかない。だって人はさ、笑いたい時に腹の底から笑うし、お腹が空いたらご飯食べるし、イライラしてる時はイライラするじゃん。それって別にただの感情のサイクルであって、なんかダメなことをしてるわけじゃないのに、なぜか人はその勝手に感情とか状態にいい悪いをつけて勝手にジャッジしてくるよね。そう、そのジャッジ、その人の基準で測られて、でその私がちょっと心配に値するような今感情にいるから、なんか大丈夫って聞いてきたり、どうしたのみたいな、マリアちゃんどうしたのみたいな、なんか荒れてる、お疲れみたいな、そう勝手にそういうさ心配を向けられることですごいなんかイラッとするよね。めっちゃわかる、その気持ちっていうのが今もうドンピシャで入ってきたんだけど、だから、どういうことかな。なんかデジタルデトックスが来てるんだね。そういう風に、なんか人から干渉されることに今疲れたっていうのがめちゃめちゃ伝わってくるんだよ。なんか私は今自分軸で行きたいから閉じこもってるような。もう誰かに近況を話したりするのもだるいし、なんか噂をされるのも嫌だし、なんか、例えば自分がいないところで、最近、マリアちゃん会ってないよね、何してるのかな、今度ご飯誘ってみようかとか、でもマリアちゃんって最近さ、インスタなんかリセットしたっぽいよとか、そういうね、噂をなんか何年も会ってない同級生とかにされるのがすんごい嫌だったし、なんかその、誰も私に興味関心を持たないでって思って、なんかもう全てをぶち壊したくなる時とか、なんか定期的に来るんだね、破壊衝動みたいな。そう、私ずっとこうなんかプライベートアカウント持ったんだけど、もう最近なんかそれが鬱陶しすぎて消したのね。全然仲良くもない数年前、高校生の時とかさ、の友達、友達でもないんだけど、その時の同じ学校だった人から急になんか長文で相談の DM が来たり、マリアがなんか YouTube 上げるとそれについてのコメントが来たりと、メッセージ送ってきたり、わざわざなんか誰みたいな、こっちからしたらさ、何年も会ってない人か、もう友達でもなんでもないわけなのに、その一方的に気にかけてきたり、なんかいつまでも私に興味関心を持って、なんか投稿を全部チェックして全部反応してきたりとか、そういうね、なんか私に向けられる興味関心みたいなエネルギーがもう重たくなっちゃって、時々、もう誰も私に構わないで、私のこと見ないでほっといてって思って、その全てをブロックして閉じこもりたくなる時があるの。こういう感じよね。なんかね、あなたは今そのレストとリチャージってきてるの、ここでね。すごいな、デジタルデトックス。だから、エネルギー上で人に
干渉されることを今ブロックしてる感じだから、最近もうSNS に全然浮上しなかったり、だから最近アカウントを消した人も多いのかな。もうなんか重たくなっちゃって、見る専用のアカウントしか持ってないとかね、今。とか、LINE を作り直したとか、グループ LINE を今整理してるとかで抜けたとか、なんか、そういう人も多いのかなと思った。整理してる感じがするんですよね。データフォルダの中の写真とかね。そういうのを整理して、なんか今自分軸を取り戻すために、なんかすり減ってしまったエネルギーをチャージして元の自分らしさに戻るためにいろいろこう対策してる感じがするのよ。でさ、なんか自分らしさというと、この今イライラしてたりすり減ってる状況がまるでイレギュラーな、なんかあなたらしくないことのように言われるじゃん。心配に値するようなこと思われるじゃん。でもそういうことでもなくて、別にこれってサイクルなのね。だってさ、 iPhone もこう今さ、私電池が何パーだ、86% なんだけど、14% 減ったからって心配しないじゃん、別にさ。14% 減っただけなんだよね。またチャージ資料溜まるし。そうそう。だから電池が 2% になろうが、え、2% しかないの？やばくない？大丈夫？どうしたの？ってならないじゃん。え、使ったからなくなっただけです、みたいな。またチャージすれば普通に、戻るんで、そんな心配に値しないです、みたいな。なんかさ、その心配されることで勝手に大ごとにされるのが腹立つ、みたいな。そういうの感じるのよね。だから、別に何ともなかったのに、心配しないでよ。勝手に大ごとにしないでよ、みたいな。これがまるで悪いことみたいじゃん。電池がなくなってることが悪いことみたいじゃないって。そう、それこそなんかもうさ、期待の押し付けじゃん。その元に戻ってほしいっていう期待の押し付けなんだよね、それって。本調子に戻ってほしいみたいな。本調子っていうか、これも本調子なのよ。こういう状態だけの。そうだ、別にさ、iPhone だって 100% であることが正解じゃないじゃん、電池。使えればいいわけ、電源がつけばいいわけ。で、電源が落ちたとしてもまた充電すれば、普通につくんだから。悪いなんかないんだよね。 100% は良くて 56% は悪くて、12% は超危険で 65% はまあそこそこ良くてみたいな、ないじゃん。別に何パーでも使えればいい、生きてるんだからさ、それでいいじゃんっていう話。なんか今ね、そういう状況にいる人多いのかな、エネルギー的にね。なんかもう勝手に心配しないでよ、ほっといてよみたいな。そう、あなたの軸での正解に私をはめようとしないで。私怠け者です。自由にやらせてもらってますみたいなね。なんか例えばさ、実家に帰るたびに親御さんから、なんかあんたいつ結婚すんのとか、貯金してんのとか、なんかタトゥー入れたり整形してることに対してごちゃごちゃ言われたりとかね。なんか、え、何よみたいな、心配しないでよ、整形したからって。え、整形依存症でもないし、依存症だとして何が悪いのみたいなね。なんかそのさ、ちょっと前まで整形とかもタトゥーとかもなんかやばい人がやることだみたいに思われたじゃない。だから隠さなきゃいけないものっていう風に言われたり、なんか整形とかタトゥーを入れる人は、なんかこう、社会的にちょっと落ちぶれてる人がやるものだみたいな。で、私は整形もタトゥーもしてるし、まあ、キャバクラで働いたこともあるし、なんかそれをね、心配されたくないんだよね。自分がその時必要だったからそうやってやってるわけで、何も後悔してないしさ。整形もしたくて楽しくてやってるのに、勝手になんか心配される、大丈夫みたいな。整形するほど辛かったんだねみたいな。え、辛くないんだけど。え、何髪の毛あんた染めるでしょみたいな。髪染めるのと同じ感覚で整形してる、顔にメス入れてるだけなんですけど、勝手になんか私をかわいそうな人にしないでよって思ったのよ。タトゥー入れたことに対しても、なんかそんなの入れたら会社で働けなくなるぞとか、こんなところにタトゥー入れたらなんかまともな企業は雇ってくれないよとか、まともな男性に選ばれないわよとかね、おばあちゃんに言われたことあるんだけど、え、私が男を選ぶから大丈夫です、いやいや会社で働かないんで大丈夫ですみたいな。アーティストなんかさ、やむほどみんなタトゥー入れてんじゃない。でも自分軸で生きてるし、自分の世界で。その人にとって自分の好きなパラレルを生きてるだけなのに、勝手になんかその人の基準で測って心配してこないでほしいっていうね。なんかその現状がめちゃめちゃ今伝わってきました。すごいな。なんか私の気持ちがそのまま出てきたんかってぐらいなんですけど、まあきっとでもこれを出てきて読んでるってことは、見てくれてる人にも当てはまる部分はあるんだろうなって思ってます。じゃあ、まあ今回ね、テーマが真実のあなたを遮るエゴとの付き合い方っていうことなんですけど、あなたにとってのエゴって一体何なのか。ザッさん、え、もう待って、あなたさ、あんたとかちょっとごめん、あなたさ、エゴあった方がいいよ。これエゴ大事だよ、手放さなくていいって言ってるよ。あなたにとってのエゴ、エゴは手放さなくていいんだけど、それを人に押し付けるのは違うよねっていうだけで。え、メディテーション、え、なんかさ、こうなんか常に高波動でいなきゃいけないわけじゃないんだよね。イライラとか怒りとか、なんかもうクソみたいな、この感情もね、否定したくないの。だってしょうがなくない、湧き上がってくるんだからさ。
これ待ってね、メディテーション、あ、ムーンじゃないの、メディテーションなんだろうこれ。あ、吊るされた男ね、逆位置か。あなたにとってのエゴ、あ、うわ、これはね、本心に気づかせるためのサインって感じで来てるね、エゴ。ね、まあ、だから、なんかアンテナの一つとして利用するのが良さそう。さ、人間ってやっぱり綺麗な部分だけじゃ生きられないじゃん。私もこんな今動画でさ、怒りとかなんかイライラの感情をみんなにぶちまけてるんだけど、みんなに優しさしてるわけじゃなくて、普通に出したいから出してるだけなんですけど、なんかこういうね、てか待って、これさ、この動画さ、このテーマだったから私のこの感情出てきてるのかな。なんかエゴについて読むときにさ、すごい悟りを開いてるような人から言われても説得力なくない？なんか、いや、いいよね、あなたはなんかもう悟りの境地に達した高波動の人で、みたいな。どうせこんな人間的な感情わかんないでしょ、みたいな思うじゃん。けど今私さ、めっちゃイライラしてんじゃん。この状態でこれ読んでるからさ、なんかあなたの気持ちにめっちゃ共感できる気がする。うるせえみたいな。絶対叫びたくなるときあるよね、みんなね、人はそれぞれね。絶対あると思うの。なんかそれをいつも穏やかに、エゴは手放して、執着は捨ててみたいなさ、無理じゃん、無理無理、執着するって。私だって辛いもん大好きだもん、依存してるもん普通に。まあ、だけど自分が人から執着されるのマジで NG だから、それはどうしたらいいんだろうね、そういう時ね。まあ、いや、とりあえずそのエゴっていうのは、あなたにとって自分のなんかこうありたいとかこう生きたいっていうレーダーのようになんか反応するものってきてますね。レーダーとして信号ってきてる。だからそのエゴを見ればあなたの状態とか本心がわかるみたいな。その自分の本心に気づかせるためのアンテナとして作用してるだけだから、エゴが本心ではないのね。そう、例えばじゃああなたはとても好きな人がいます、その人に執着してしまっていますってなった時に、執着はエゴじゃん。で、そのエゴが教えてくれてるのは執着心の底にある、例えば認められたい自分自身の気持ちだったりとか、なんか学生時代に憧れの人からなんかこうやって突っぱねられたことに対するトラウマコンプレックスのなんか延長だったりとか、そっちが本心なのね。で、エゴが気づかせたいのってそこって言われてるのよ。例えばあなたが、じゃあ、人の悪口を言うことに少しこう快感を覚えてしまうとするっていう時に、なんか悪口が楽しいって思うのはエゴじゃん。で、例えばだけどね、そんな人ばっかりじゃないと思うんだけど、で、そのなんか、じゃあなぜ悪口が楽しいのかっていうのを探るのが、そのエゴが教えたかったこと、伝えたかったことなのよ。じゃあ幼少期にお母さんがお父さんの悪口をよく言っていて、で、子供だからお父さんのことも大好きだし、本当は悪口なんか言ってほしくなかったけど、なんか仲良くしようよとか、悪口言うの良くないよってお母さんに伝えると怒られたからとか、うん、そういうことでいつの間にか自然とね、悪口を言ってる人には賛同した方が、その人は心地よくて喜んでもらえるんだって思う自分になってしまって、それ以来悪口を言うと心地よく感じるように錯覚してしまっているとか、そういうね、必ずなんかプロセスがあるんだよね、そのエゴって生まれるにあたって。で、なんか、あなたにとってのエゴっていうのは、その根底にある、なんかあなたのその詰まりとか、何かを教えるために信号として発せられてるだけだから、エゴに戻されてほしいの。これは本質じゃないんだよね。エゴっていうのはあくまであなたの本質に気づかせるためになんか出てきてるアンテナ、サインなだけで、そう、そのサインを答えると思わないでほしいのよ。あなたが嫉妬深いんだったら、嫉妬深いっていうエゴが教えてくれてるのは何かもっとね、別にあるってきてるんだよね。いつも彼氏に嫉妬してしまうとか、友達を取られたくないと思ってしまうとか、なんかついついこう、人のことを上か下かでジャッジして、なんか自分より上だと思った人には媚びて、下だと思った人には、なんかこう、仲間だと思われたくないから距離を取ってしまうとかね、そういうのもエゴじゃない？で、なんかそのエゴが伝えてくれてるのは、やっぱり、なんか、かつて、じゃスクールカーストで最下位にあなたが持ってかれて、その時のトラウマによるものだったりとか、そっちが本心とか本質なんですよね。だからそこを解消すれば、このエゴっていうのは一緒になくなっていくわけ。なので、このエゴが生まれた時に、エゴそのものを手放そうとすると、ちょっとパンクしますね。だって、エゴは、これ、手放す対象っていうか、なんか、掴めないものなんだよね。ここで生きてるエゴ。なんか今入ってきたのが、幽霊ってさ、触ろうとしてもこう、ふわっと、ね、すり抜けちゃうじゃないですか。よくあるじゃん、映画とかアニメとかでさ、触ろうとしたら自分がこの幽霊だと体が透けてこうふわっとこう掴めなかったみたいな。
なんかそういう感じでエゴもね、あなたにとって手放せって言われてもそもそも掴んでもなかったから、なんか幻想なの、煙のように触れないものってきてるんだよね。だからこのエゴは辿っていくと根底にその大元があるってこと、そっちを解消するとこのエゴも煙だから一緒に消えていくっていう、だから煙の発信源を突き止めなきゃいけないんだよね。そう、震源地のような、震源地もさ、地震が来た時に見るのってプレートじゃないですか。地面が揺れてることじゃない、地面の揺れを止めようとしてもプレートから来てるので、プレートを何とかしないと止まらなかったりとか、じゃあタバコとかお香にしても煙を何とかしようとしたって、大元の火が消えてないとずっとその煙で出続けるんだよね。だから、あなたにとってのエゴっていうのはやっぱその信号ですね。煙のように、大元があってそこから湧き上がってきてしまっている。そう。だから、エゴを手放せ手放せって言われても、どうやって手放していいか分かんないよね。そりゃそうなんだよ。だってそこにあるのは幻想だから。フロッグ変える。これ、あなたにとってのエゴで弾いたんだけど、てか今日の動画さ、すごい、なんかいいわ。私も癒されてる。本当にインスタグラム消してよかった、消したいんだけど、ログアウトしてよかった。なんかこのエネルギー、多分今までだったら私ストーリーに書いたんだよね。でそれをさ、書かなくなった今、自分の中に溜まっていくじゃない、どん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 発信したいものがね。私昔からそうなんで、なんかトイレのように我慢できなくて全部出しちゃうんだけど、発信の作品として。そう、この爆発的なエネルギーっていうのをストーリーじゃなくてこっち作品に込めることで、多分すごいものが作れるんだわ。これさ、多分もっと規模がでかくなっていくと、今度はなんか音楽にぶつけるとか絵にぶつけるとかってして、ものすごいアーティスティックな作品が生まれるんじゃないかなって楽しみ。私今ね、音楽作りたくてちょっと宇宙にオーダーしてるので、この感情とか周波数、エネルギーを言葉でもなく、なんかこう、なんだろう、書くでもなく、音にぶつけるってさ、すごくないと思って。伝えたいことがある時にね、音はとても便利なんですよ。フロッグの解説がどれだ、出てこない。だからさ、やっぱりさ、本当に良かったわ。インスタに使っていたエネルギーを私今作品に使えてる、つぎ込めてる。すごい良かったと思う。やっぱりやめて、今まで相当消耗したんだなって、相当インスタにエネルギー持って帰ったんだなって思った。なんかこう暇さえあると開いちゃうしさ。すごい、カエルが権力を持ってる人のところに現れる。あなたの内なる創造的なエネルギーの目覚めを象徴している。だって変革の時、カエルは水中と陸上の両方で生き残ることができます。これは精神的、感情的、肉体的な面の間を簡単に移動できることを示しています。なるほどね。あなたにとってのエゴってやっぱり掴みどころがないって感じがするな。ぴょん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 と次から次へと変わっていくし、飛び移ってしまうから、なんかそのステップとして利用するのがいいのかなと思った。これ見てて、自分の真実に、真実を突き止めるとか暴くとか、そういうためのその手段としてエゴを利用して、それを乗り越えるためにあなたはどん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 ステップアップしていくので、なんかその自分を成長するための、信号として利用するのがいいのかなっていう、そんな感じがするね。だからそのエゴで自分を責めるとかはもう言語道断みたいな感じ。だってそのエゴっていうのはあることが悪いんじゃなくて、あなたのね、その気づいてない部分に光を当てるためになんか来てるだけなのね。だからエゴ自体を責めてもなんかエゴに罪はないんだよね。その子は悪くないのよ。なるほどねっていう、すごいめちゃめちゃ、じゃあ、まあそのエゴとか、なんかあんまりこう喜ばしくない感情周波数が自分の中に襲ってきた時にどういう風に捉えたらいいのかっていうのを見ていきましょう。なんか自分をやっぱ責めちゃうの。エゴはその良くないって言ってる人が多いしさ、手放さなきゃいけないものって言ってる人が多いし、なんかその自分でもそのエゴは良くないものっていう風に分かってるわけじゃん。だけど、でも人間として実際その感情が襲ってきてしまう時にどうにもできないわけよ。で、その時のなんか捉え方というか、マインド的な部分で、ね、どういう風に捉えたらいいのか。それでもエゴに罪悪感を抱いてしまう時、
どうしたらいいですか。アウェイクニングですって。これはジャッジメントだったかな。うん、ジャッジメントだ。これでもさ、なんかシンプルにさ、寝て起きたら忘れるみたいな。あ、スピリットオブペンタクル。キングか。あ、キングだ。ペンタクル、キング逆か。あー、なんかね、あなたがエゴに飲まれるんじゃなく、あなたがエゴを飲み込むみたいな。そうだね。これはまやかしなんだ。うん、なんかそのアウェイクニングだから、ちょっと夢の中にいるというふうに捉えてもらう感じかな。あの、今そういうモードなんだ、そういうゾーンなんだみたいな。で、それはじっとよく観察していると過ぎ去るってくるんだよね。その一過性のエゴっていうのはすぐ過ぎ去るし、で、なんか本質もね、やっぱり目を背けてると、なんかその目を背けてずっとエゴに乗っかってるとそのままなんだけど、冷静に観察してみると、なんかだんだん見えてくるものがあるみたいな感じで来るんだよね。だからそのエゴが湧いてきてしまって、その通りに行動しようとしてしまう自分が現れた時に、なんかその行動する前にじっと観察してみる。その感情をなんか冷静に見てみる。なんか例えば今までいつもこのなんか嫉妬とか、憧れとか不安とか、何らかの、重たい感情周波数で相手に何かを押し付けたり、なんかこう LINE をしまくっちゃったりとか、好きな人に、なんか自分のこの不安を押し付けちゃったりしている方は、一回その行動する前に、そもそもなんで私これを相手に今言いたいんだろうみたいなのをすごい冷静に観察するってくるんだよね。なんか観察とか観測みたいな、なんかね、傍観するって感じでくるかな。なんか見る、じっとただ見るみたいな、そう、そういう感じでくるかな。そこに対してなんかアクションするとか考えるとかじゃなくて、ただ見るみたいな、そう、それを来てるね。その何か自分が暴走したりした時、エゴで暴走したりした時とか、エゴな感情に罪悪感を抱いてしまう時は、そのエゴをただ見る、それだけ。そうするとね、それがやっぱ煙なので夢なんですよね。夢と一緒で目が覚めるってくるんだよね。過ぎ去るのを待てば、ずっと一定だったり、ずっと同じ感情周波数にいることってあんまなくて、なんかさ、こう波があるんだ、波動っていうのはね。全く動いてないように思えても、実はそれも小さく振動していたりとか、喜怒哀楽が必ず人間はあるの、感情を持ってる生き物なので。だから、そのエゴっていうのもその感情の中の一つ。いくつもある喜びとか悲しみとか、そう、笑いとかの中の一つ、エゴ。不安みたいな。だから、それを、なんか、一つだけ食わず嫌いとかするんじゃなくて、笑いとかと同列の感情と考えて、ただ乗るとか見るとか、そう、観察するって風に向きますね。異物扱いして、それだけを特別に悪いものとしてなんか責め立てると、なんかそれこそがもうエゴというか、こういう感情もあって当然だし、それをなんか人に押し付けたり、誰かを攻撃するっていう方に使わなければ、その感情自体を責める必要はあまりない。湧いてきてしまうことに対してね。例えば友達を取られたくないって思う気持ちとか、旦那さん、その恋人が飲み会に行くとすぐ浮気を疑ってしまうこととか、それ自体は別に悪くない。そういうふうに思ってしまうこと自体はエゴだけど、それを押し付けることが今度攻撃になっちゃうので、だからそのアクションしないことかな、とりあえず。その嵐の中は動かないのと一緒で、わざわざさ、その外が台風なのに外出しないじゃないですか。だからその静かに閉じこもって、ただ過ぎ去るのを待つみたいな、そんな風な感じがするから、そうしていると
自然とね、あの台風が過ぎ去れば台風一過で空は晴れ渡るし、なんか感情って絶対波があるから勝手にまた上がってくるんですよね。だからそのお家でできることをするみたいなイメージ、人に何かをこう押し付けたり暴走状態のままなんか台風のまま何かをするんじゃなくて、静かに静かにって、だから寝るのがすごいいいと思うんですよ。寝ちゃえ、なんか辛いことだったら寝ちゃえ。で朝考えればいいんですよ。大体こういうのはね、翌朝太陽の下ですごい清々しい気持ちで考えてる時に同じ問題でも全然違う捉え方ができたりするもんなので、まあ、とにかくなんかここで感じたのは、エゴっていうのはあなたにとって実体がないもの。ではじゃあちょっと最後にアドバイスを、今のあなたにアドバイスを引いて終わりにしよう。ニュームーンだって、あ、新月、うわ、てか待って、これさすごい連動してるんだけど、ほらなんかサイクルって私言ったじゃん最初にさ、感情のサイクルがあるみたいな、バイオリズムがあるみたいな。だからそのさ、月の満ち欠けみたいに捉えてもらうといいかもね。月も必ず満月になって、で今度新月が来てって繰り返していくじゃないですか、あの同じサイクルをずっと。だからあのこれさ、あのちょっと待って、記録してみたりするといいかもしれない。自分のあの感情とか状態っていうのをなんか日記帳かなんかスケジュール帳とかでもいいんだけど、月のカレンダーとかあるよね、なんか新月カレンダーみたいな、新、あ違う新月じゃない、なんだっけ、なんか月のムーンオロジーダイアリーみたいなのあるんだよね、私持ってるんだけどちょっと使ってないんだけど、なんかそういうのに自分のその時の状態を記録していくといいかも。別に一言でもいいので、でなんかその月のダイアリーだからこう結構ムーンってきてるので、もしかしたら月とあなたの感情とかなんか連動してるかもしれない。満月に近づくにつれて体がむくんできたりとか、なんか不安な気持ちになってきたり、生理が来たりとかね、で新月の時にデトックスがされてなんかすっきりして新しい自分になるとか、なんかそういうサイクルがもしかしたら月と連動してる方もいるかもしれないので、なんかねそのサイクルを把握するために、あ、てか待って、これさ28って来てんじゃん、え、これわざと、え、28って数字はね、私あの生理周期なんですよね。え、女性って結構28日周期で生理来る方多いじゃん。やっぱこれ月齢、月だわ、月の感じがすごいするので、ちょっともし興味ある方はムーン、なんかその月齢っていうんだっけ、月の満ち欠けに沿ったなんかダイアリーみたいなの買って、でその日の自分の感情とか状況をチェックつける、そうするとね、なんか全体の流れ、サイクルが見えてくるかもしれないです。だいたいそのなんか満月付近に私はちょっと不安になりやすいとか、なんかこの間私の友達も言ってたんだけど、自分は月末になるとなんか不安の感情が襲ってくるみたいな。その人は男性なので生理とかはないんだけど、なんかいつも月末に急にやる気がなくなったりとか、突然不安が襲ってきたりするんだって。でなんかその意味もなくかあの変わる感情って、私多分天体の影響だと思うんだよね。その自然自発的に感情って変わるじゃないですか、移り変わるじゃないですか。あ、なんか今日機嫌いいかもとか、そのうわなんかすごい今イライラするわとか、そういうね、どっかともなく発生するなんか心当たりのない感情っていうのかな。嫌なことがあったから落ち込むとかはさ、それ心当たりあるじゃん。でも何もないのに突然不安になるとか、なんか急にめちゃめちゃ気分が上がってくるとか、そういう時ってもしかしたら多分月の影響を受けてるんじゃないかなと私思うので、興味ある方はその月齢、月のダイアリー、ちょっと待って、私本持ってくるわ。なんか私あのオラクルカードを買った時にこれノベルティでもらったんだけど、ムーンオロジーカードってあるじゃん、なんかそれのね同じところから出てる、ムーンオロジーダイアリーって言うんですけど、これなんか使ってないんだけど、私こういうさあの月のね満ち欠けが書いてあるんですよね、スケジュール帳に。そうで今は11月なので、あ待って、これ2023年までいけるんだ。あ、すごっ、ちょっと私やってみようかなこれ。ちょっと私やってみようかな。今2022年の11月なので、すごいよこれ、満月の許しと解放のリストとか、獅子座の新月、
すごい時間とか書いてある。7月29日2時55分とか、ほら新月の願いと意図とかね、こういうのにちょっと記録してみてください。自分のその時の感情波っていうのを。あるかな、この間のお羊座の満月ノーベンバー、これこれかな、あこれだ、あったよね、この間もお羊座満月の月食、11月8日8時2分。満月の月食はいつも強烈ですが、今回の月食はそれ以上のものになるでしょう。まずこれがお羊座で、あ違う間違えた、大牛座か、大牛座で起こるからです。大牛座はお金にまつわるサインであるため、自分の経済状況を考えたり、お金について何かを変えたりするのにいい時期です。もしあなたが経済的に自信がなかったり、自分を安売りしていたりするなら、いい結果を出すために今回の月食を活用すべきでしょうとか、そう、なんかそういうね、月のなんかパワーとか、ほら満月の許しと解放のリスト、この満月に問うべきこととか書いてあるの。私はどんなことに対して過剰にコントロールしようとしていましたか？その執着心をどうしたら手放すことができますか？え？すごくない？人生のどこに根本的な方向転換が必要ですかとか、私が手放すべきネガティブな感情は何ですか？これ書いてあるよ。あの、大牛座の満月付近に。だから今回の満月。今の話ですね。満月の月食っていうのはね、20倍もいいのですって書いてある。何がいいんだろう。すごいね。じゃあこういう感じで次がね、11月24日。伊手座の新月。すごいな。この月相の意味。今回の新月のエネルギーがあなたに与える影響を知りましょう。ほら、アセンダントの星座を探し、関連する関数を確かめてください。だから占星術とかもちょっと関連してるんだよね。そう、っていう感じで、このムーンオロチーダイアリーはいろいろ、その時の月相とあのパワーとか、乗った方がうまくいきやすいこととか、なんか、願いのコツ、許しのコツとかいろいろ書いてあるので、こういうのを別にこれじゃなくてもいいんだけど、なんかこういう月のサイクルと、もしかしたらあなたの感情が連動してる可能性があるので、こういうの頼ってみてもいいかもしれないです。そうすると何か見えてくるパターンっていうのがあるかもしれないので、あ、私はいつも満月付近になんかイライラしてくるから、満月はちょっと外出は控えて、SNS は見ないようにして、なんかデジタルデトックスをして自分を満たすことをしようとかね。で、新月の時は結構こう、頑張りたい、活力が湧いてくるので人にたくさん会うようにしようとか。そうそう、なんかね、そういう風に、ちょっと月のパワーを活用し毎日に魔法をかけようだって。これかなりいいかもしれないです。うわー、なんかいいリーディングになっちゃった。すごいね、もう一選択肢で選択もしてないか。選択肢なしで十分なぐらいに満足のいくリーディングでした。この後すぐ編集してアップするね。いやー、なんかね、私もこれ、結構この動画って自己対話になるんだよね。あなたのエゴに対しては、とりあえず出てきてしまう感情を否定しないこと。信号として煙としてなんか残像のようにあるだけなので、それを追いかけてもつかめない。うん、あなたが、癒すべきは根本にある。そのエゴを信号と捉えて探る、突き止める、そしてそっちを癒すみたいな感じで、でまあその実際にエゴが湧いてきてしまった時はそれを相手に押し付けない、行動として起こさないこと、何かしちゃいそうになった時は寝る、そんな感じで対処してもらえるといいんじゃないでしょうか。はい、では今回の動画は以上です。私も今このお茶を飲んですごい癒されてるので、何かあなたもね、自分をいたわる、なんかこれをしてるときは癒されるなとか気分が上がるなみたいなものがあれば、それを取り入れてもらうといいかも。私はゲームしてるときと、お香を炊いてるときと、お茶飲んでるとき、その紅茶、あとお花をこういうふうに見てるときとかはすごい癒されるので、きっとあなたにとってのなんかいい方法があると思うの。自分をニュートラルに戻すためにできることっていうのが。なので、前回アップした、今あなたに必要なセルフケアとかもね、一緒に取り入れてもらいながら、過ごしてもらえたらいいんじゃないかなって思った。人間もね、お月様と一緒で、もう自然の一部なので、自然とか宇宙の一部だし、そう、自分たちも一つの星だと思ったら、こういうサイクルがあることも何もおかしいことじゃないので、それを否定していつもね、悟りを開いて一定でいましょうっていう本が、もうむしろ不可能だよね。月ですら満ち欠けがあって、お天気ですら曇りと晴れとね、いろいろあるのに、人間、私たち人間がずっといつも笑顔で高波動でっていうのはマジで難しいことなので、だからあんまり自分を責めないで否定しないでね。
はい、あなたは大丈夫という感じです。いやー、あのこっちのチャンネルでさ、私ショート出していこうと思って、60秒の動画あるじゃん。あんまりやる気が起きなかったんだけど、最近いい案が出てきたので、はい、なのでこれからも女神マリアの活動全般を楽しみにしていてもらえたらなと思います。とにかくね、今は誰かに対して申し訳ないと思う気持ちは手放しましょう。いらないのよ、今誰にも申し訳なくない。あなたは今あなたのことをもっと優先して大事に考えてない。申し訳なくないよ、悪くなんかないの。ということで、これもし興味ある方は私もちょっと使ってみます。はい、ではまた次の動画で会いましょう。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。